作品のイメージは、例えばそうだな、このスクリーンには私だけしか見ることのできない、この頭の中の世界を全部映し出すことができるんだ。何だって叶うんだ。ここでは私は自由。あ、また誰か入ってきたみたい。そこにはソファーが正面向きに置いて、あなたは誰もいないことを確認してから少し歩いて、そのソファーに座る。その人は何か妄想しながら踊ってちょっと疲れて、また踊って、なんだか楽しそう。ある程度踊り終えたら、ソファーにあるリモコンを取って電源を入れる。この流れに羽ばたいてゆけば、思い描く空間があると、思い描く